旧川本家本、資本着色画期像史第3弾、食粉画キ図、平安京域内の工事で排便する人間たちと、人間の糞便を食いたくてたむろしている、食粉画キが描かれている。画期像史工に、小説あり。中二とは、排泄の際に、尻の汚れをかき落とすための細長い木製の糸の、ことである。クソベラとも言う。紙が普及する以前、古代から、 金星諸島にかけて用いられ、古代のトイレ以降の瓶装紙から出土する場合が多い。中義排泄の後始末のための道具として、中義が使用されていたことを示す、絵画資料としては、12世紀後期中央の日本で描かれたと見られる絵巻である旧川本本、楽器造紙の一図である、植粉が傷がある。路上で、童子が排便している場面には、大便が体につかないように、 高下駄を吐き、手に忠義を持って踏ん張っている様子が描かれている。忠義を支えにして勢いよく排便すれば、尻を汚さずに済むとしたものであろう。仮に汚してしまった場合には、瓶をかき落とすためにも使用したと考えられる。紙が貴重であった時代の生活用具である。一部では、江戸時代後期まで使用されていたことが、飛騨定書に記述されており、鉱山において、村方はもちろん、 街中でも仮装のものは便所で紙は持ちず木べらを使っていますと国幹の地で身分の低い者たちは木べらで吹いている現状を紹介している。ありがとうございます。